とりあえず今日は何の話だ。今日はモッチの結果発表だよ。結果発表です。はい、みんな楽しみにしてたからな。僕はね、 目からくる頭痛が痛すぎてちょっと起き上がれないので、この体勢で行かせていただきます。前回の24日はどうっていうやつ。あ、そうね、12月24日どうっていう。こっちが緊張する。なんかどうだったんすか。いや、実ははい24日はい、なんとなんと、はい、なんて書いてきたの。違う人と約束あるんですって言われました。ちなみにそれは男の子女の子。それは言われてない。ああ、ともう一つ。はい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 。私好きな人いますって言われました。うわー、マジかマジか。僕はおしっこボーリングの時に来たから、その時からテンションが下がってました。うわ、そうなんだ。うわ、きつい。今日実は僕雑談の編集してたんですよ、夜。これを知りながら。うわ、きつい。すごい嫌だった。うわー、好きな人はモッチじゃなかったんだ。すごい嫌だった。みんなに煽られるの嫌だった。ずっと知ってた。ごめん、モッチ。うわ、しんど。そうなんすよね。いい人いるよ。いや、まあね、大丈夫、いい人いる。プラスに考えたらね。そう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 。あんなブスは置いとけ、もう。やめろ。それはダメ。それは別にいい子だった、ちゃんと。それは久しぶりにそういう話聞いたわ。ね。そうなんですよ、俺初めてなんですよ、こういう体験したの、今まで人生で。きつい。いやー、 LINE してんの、まだ。うん、まだ LINE してんの。 LINE 終わったー。そこで終わったん。いや、終わったというか、いや、なんか好きな人いるんですよってなって、いや、別に全然大丈夫だよっていうことを言って、ごめんねって言ったから、謝らん、いや、やめて、謝るのやめてって言って、そこで一旦終了した。うわー、ちゃんとじゃん。きつい。僕ね、高校で一回も恋愛しなかったんですよ。好きな人一人もいなくて、うん、初めてできた人だったんだな。うわ、さらにしんどいやつ。そうなんですよね。まあ、いい経験じゃない。そうなんですね。そう、初めてだから、ある意味いい経験ではある。プラスに考えようぜっていう。しっかりへこんだ。悲しい。なんでお前がへこんだの。ちょっと俺らは悲しい。いや、悲しいぞ、うん、ちょっと来てるよ。いやーね、いないんだよ、出会いがないもんな。ないんだなー、僕たちの学科っていうのは。その子終わったら俺マジでなんもなくなるって言ってたもんね。そう、なんもないんですよ、だから本当に。ワンちゃん俺の学科からこう引っ張ってくる。いや、それはね、して、本当に。早くして。遅い。早くして、マジで。失恋トークするじゃん。いいよ。いや、じゃあ俺ないけど。ないのかな。ズリーなー。いや、ズリーっつっても俺も初めてだから。俺も失恋トークない。うん、俺もない。嘘つけ。本当だよ。ねえ、過去に失恋してきた LINE はなんか全部回収した、俺は。最近になって回収。ああ、モッチが指定するところからね。いや、これパクリだよ、これ。そうなの。バチバチのパクリだから。じゃあもうよくね、おもろいから。なんだって、一番屋さんのパクります。はい、せーの。うったー、もうこれで待っていこう。うったー、こうこう、モッチか、モッチか、こう、ハルキの指定するところから。うったー、うったー、うったー、うったー。マイヘアイズバット。一生痛いくらいひどい顔したい、不幸になっちゃうくらい、アホに未来に期待したいなんてでかいだ。三浦大知。相当エキサイ、エキサイ高なる、エキサイ、エキサイ、ここから見かけ抜けてくだけ。ミスチル。夢見てた未来はそれほど悪くはない。仕事を踏み鳴らせ、ヒゲダン。うわ、まるで魔法のように簡単に広まってく噂話。エグザイル。うお、道君の行くまでかすかに動く唇。高い特別な時間をありがとう。溢れ出した涙が止まらない。What the fuck? スナップ。おお、うわ。君はいつも僕の薬箱さ。どんな風に僕を癒してくれる。嵐。12時を過ぎる頃。おー、すげえ。よみがえるモンスター。月明かり草木眠る頃。知らないの来たら終わりなんだよな。
西野かな。うごえねだりねだり、またテレビつけたままですやすやどんな顔してるの。AKB。 会いたかった会いたかった会いたかった YES 君に King&Prince。 君は死んでやがなじゃんじゃじゃんじゃ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 サム・スミス。サム・スミスキラーカードだ。3 2あれ分かんない今日。誰だよ。確実に殺しに。